マーク48機関銃は FN ハースタル社が開発した軽機関銃。基本的にはミニミのアメリカ軍使用である M249 をもとにアメリカ特殊作戦軍の要求に応じて 7.62X51mm な投弾を使用するなど設計を変更したものである。アメリカ軍は分隊支援器としてベルギー製のミニミ軽機関銃を選定し、 1984年より M249 系機関銃として配備を開始した。これは陸軍海兵隊の分隊用系機関銃として広く配備されたほか、1996年には特殊作戦に最適化した発展型として M249 特殊作戦用火器も発表された。そして2000年には SPW を元にした。 特殊作戦軍向けの発展型として、マーク四4 6モッド0へと進化した。2000年代初頭、特殊作戦軍は、その例下の海軍部隊である海軍特殊戦コマンドで使用されていた、マーク k 4 3モッド0機関銃の後継となる、軽機関銃の要求仕様を公表した。これに応じて、ミニミノメーカーである FN ハースタル社は、ミニミノ7 6 2ミリ後継モデルを開発して、 生産を開始した。これをアメリカ軍が採用したのが本銃である。上記の通り、本銃は基本的には m 2 4 9軽機関銃をもとに7 6 2 x 5 1ト、mm、ルな投弾を使用するよう設計を変更したものである。ネイビーシールズが行うような水陸両用作戦、特殊作戦では敵が防衛用に使用する。 汎用機関銃の河川下での前進を強いられる場合があるが、これに対抗できる射程、威力を確保しつつ、少人数の特殊作戦部隊でも傾向できることを求められたためであった。基本的な構造は M249 と変わらないが、作動機構は回収された。M249 で使用されていた 5.56X45mm な投弾と比べて7.62い x 5 1ートルナト o 弾の方が反動が強く弾頭も重いため射撃中のコントロールと弾薬消費を考慮した結果発射速度は最高でも毎分800発に抑えられた。また球弾機構についても M249 は弾装と弾体の両方を切り替えて使用できたのに対しマーク48は 先行するマーク46と同様に弾層による球弾の機能を省いており、M13 リンクのみを使用する。また改良型のマーク48モッド1では、M249 の最新型と同様に、異なる重心長や重波、重症の組み合わせを選択できる。なお FN ハースタル社では、通常の軽機関銃としてのミニミの7.62ミ、mm、リ、後傾モデルも販売しており、 オーストラリア軍では、マキシミとミニミとの合成語と称している。ありがとうございます。